どうもハミカミです。前回は放送局向けのヘッドセット Shure BRH440M を紹介しました。本当はヘッドセットに続いてライブ配信ミキサーヤマハ AG06M2 ブラックも紹介したかったのですが、たくさんの方に動画を見てもらいたいため、この動画では後編としてやっていこうと思います。この動画を投稿する前に発売されたせいか、すでに他の YouTuber さんが紹介していて内容が被ってしまうことが多いと思いますが、思い切ってやっていこうと思います。それではいきます。今回購入した商品はヤマハ AG06M2 ブラックになります。こちらの商品は数年前に発売した旧モデルの後継機種になります。最初は白色のみの旧モデルを買おうか迷っていたのですが、後継機種が出ると知った瞬間、旧モデルを買うという選択肢はなくなりまして、やったという気分になりましたね。超ラッキーでした。ヤマハ AG06M2 ブラックの商品内容はミキサー本体、ケーブル類、説明書になります。それではミキサー本体を見ていきましょう。寸法については幅 155mm、 高さ 63mm、 奥行き 202mm、 重さ 1.0kg になります。色はホワイトとブラックの2種類になりまして、当然ブラックを選びました。また搭載されているチャンネル数は3つだけの AG03 モデル、6つもある AG06 モデルの2種類になりまして、今後やりたいことができた際、拡張性に不便などがないよう AG06 モデルを選びました。旧モデルとの違いについてですが、見た目からすると各ボタンの形が四角い形から丸い形になったことと、ポート類が全て USB Type-C 端子になったことでしょうか。私は旧モデルを持っていないので、中身に関してどこが変わったかを明確に説明することはできませんが、間違いなく旧モデルよりも使いやすくパワーアップしているのではないかと思います。それでは早速ミキサー本体のセットアップをしていきたいと思います。まずはドライバーをインストールします。今回は検証用として Mac 版で行います。ドライバーをインストールすることができたら、マイクをミキサー本体へつなぎます。電源スイッチが入っていない状態で、付属の USB ケーブルをパソコンへつなぎます。準備ができたらミキサー本体の電源スイッチを入れます。あとは先ほどインストールしたソフトを立ち上げれば完了です。簡単にできましたね。それでは引き続きミキサー本体のシンプルモードについて設定していきます。はじめに、あなたの声は？これは声の高さのようですね。バス、テナーは低く、アルトは中間、ソプラノは高い声の高さになりまして、私の場合声の高さはソプラノになるのでソプラノに設定します。次に、お使いのマイクは？これは使用するマイクの種類のようですね。私の場合ヘッドセットの Shure BRH440M を使用しますので、ヘッドセットに設定します。そして使い方はどちら？これはマイクを使ってやりたいことのようですね。私の場合話すことがメインになりますので、話すに設定します。はい、これで今画面に出ている3つの項目の設定が終わりましたので、これからサウンドチェックを行います。ちなみにこちらのリバーブについては使う予定がないのでオフにしております。ではサウンドチェックをクリックしましょう。一通りミキサー本体のセットアップが終わりましたが、いかがでしたでしょうか。ミキサー本体をパソコンへつなぐまでの手順はとても簡単でした。必要なものさえ揃っていればセットアップに苦労することはないかなと思います。ただしこの商品には AC アダプターといった電力供給ができるものが入っておりません。電力供給ができないデバイス機器へつなぐ場合、市販の USB 電源アダプターやモバイルバッテリーなどを利用する必要があるので注意が必要です。一方マイクの音量調整についてはかなり苦労しました。最初に収録した時はマイクの音量が小さく、ゲインつまみとマイクのレベルつまみをマックスにしないと
音が聞こえませんでした。説明書通りに行ったものの、音楽が初心者のためか収録音の基準がよくわからず、本当にこれでいいのかなとも思いました。しかし後ほど音楽に詳しい人へ相談したところ、マイクについてはコンプレッサーが必要みたいで、コンプレッサーコンプ EQ ボタンをオンにしたら、ちょうどいい感じの音量と音質へ調整することができました。音楽が初心者の私でもここまでうまくできたと思っているので、音量調整をしていていまいち納得いかないなと思いましたら、コンプレッサーコンプ EQ ボタンをオンにすれば大体のことは解決できると思います。基本こういった音楽のデバイス機器に関しては、何も考えずにそのままデフォルトで設定されているものを使えば問題なく使えるようです。ただし今回検証したマイクは Shure BRH440M という放送局向けのヘッドセットになりますので、コンデンサーマイクとかダイナミックマイクなどを使うとなると、ミキサー本体の調整方法が若干変わってくるかもしれないですね。どうしても心配で気になるという方は、音楽が詳しい友人などへ相談して一度見てもらった方が良いかと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。数年前に発売した旧モデルの後継機種として、色がブラックかつ搭載されているチャンネル数が6つもあるライブ配信ミキサー AG06 モデルをレビューしました。旧モデルとの違いについては、ボタンの形が丸い形になったことと、ポート類が USB Type-C 端子になったことで、さらに使いやすくなったのではないかと思います。またミキサー本体のセットアップについては、必要なものの他に市販の USB 電源アダプターなどがあれば苦労せず簡単に済むと思います。一方でマイクの音量調整についてはかなり苦労しましたが、何も考えずに説明書通りに行い、コンプ EQ ボタンをオンにすれば大体のことは解決できると思います。どうしても気になる場合は、音楽が詳しい人に相談した方が良いかと思います。というわけで今回は以上になります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。もしよかったら動画の高評価、チャンネル登録をぜひお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。